三姉妹でございます。今回は基礎となる大事なことをね、やっていこうかなと思います。皆様方は自分の愛犬に対して叱る言葉は決まっていますでしょうか？ぜひアンケートにお答えください。こちらになります。決まってますでしょうか？褒めることはね、よくやってるんですね。決まってるわけです。無意識に決まってると言った方が正解かな。よし、お利口さん、いい子だね、いちご。そう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 、今のいいよ、お利口、そう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 、よし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 とかね、ゆずちゃんもよしよしよし、いい子だねってね、こうやって褒めたりするんですね。で、ワンちゃんは、あ、これがいいことなんだって分かって学習します。ところが逆の場合、やらかしてしまったよとね、ワンちゃんなんかやっちゃった、いたずらしてしまったっていう時に叱らないといけませんね。叱る時に言う言葉を決めているご家庭、そんなに多くはありません。いろんな言葉で叱ろうとします。ゆずちゃんダメとかね、こらとか、ノーとか、いけないね、いろんな言葉で叱ったりするんですけれども、反応がね、やっぱりいまいち、なんですね。これはなぜかと言いますと、ワンちゃんが叱られているっていうことに気づいてないですね。決まってないから、なんか強く言われてんなって、なんだろうっていう感じでね、反応を示すわけです。ちゃんと決まっているとしっかり反応をしてくれます。よくご覧ください。まずゆずちゃんですね。はい。で、いちごの場合ですね。ね、はい、ビクッとなりましたね。叱られているという認識をすると、ワンちゃんは今みたいな反応を示します。皆さんのご家庭どうですか？今みたいな反応しますか？ワンちゃんビクッとなりますでしょうか？叱られた時にですね、あ、やっちゃった、ね、あ、いけないことなんだっていうふうに認識すると、今みたいにビクッとなります。まあ、今はね、本当はやらなくてよかったので、しっかりとごめんねって謝罪しておきます。私はね。ごめんね、ね、ごめんよ、ゆずちゃん、ごめんね、悪かったね。ゆずちゃん許してちょうだい、ごめんなさいね、ごめんよ、付き合ってくれてありがとうね。はい、いやいや、ごめんねって。ところが初心者さんはですね、そういう叱る言葉は決めずにですね、よくやるパターンがこんな感じです。ゆずちゃん、ゆず、ゆずちゃん、ゆず、なんでやったの、ゆずちゃん、ゆずちゃん、ゆず。ご自分の愛犬の名前をですね、強めな口調で連呼するだけなんですね。飼い主としては一生懸命叱ってるつもりなんですが、ワンちゃんにとっては叱られてるというよりかは、自分の名前を強い口調で言われてるから、なんだろう、なんだろうというイメージしか湧かないんですね。ここが意識の違いになります。叱る時の言葉の言い方ですね、これもとても重要なことです。語尾はしっかり切るっていうのが叱る時の言葉のポイントになります。語尾を伸ばす人とかいますけれども、これだと迫力不足になりますし、ワンちゃんからすると、なんだろうと、なんかずっと言葉発してるけど、なんだろうというイメージになってしまいますね。こんな感じですね。語尾を伸ばしてしまう。今みたいな言い方をしてしまいますと、ワンちゃんはですね、注意されたというより、なんだろうという疑問が強まってしまいます。ついさっき悪いことをしてしまったことをスカンと忘れてしまったりするわけですね。そうならないためにも、ちゃんと語尾は切ります。で、こう切るとこういう反応になりますね。いかがだったでしょうか？今回はですね、叱る言葉を題材にしてお話しさせていただきました。ので、ぜひね、決めてあげて、それを取り入れてワンちゃんに分からせてあげてください。次回もぜひご覧になってください。バイバーイ、バイバーイ。